いやー、はい、もうコートいらないんだ。いや、すっかりもう春ですよね。昨日なんだ。おはようございます。おはよう。上司じゃなくて、いきなりかい。なんだっけ、なんだっけ、上司。あ、そうです、はい、部下でしょ。あ、部下です。あ、もうそうです。上司っていうから。はい、ヤモリちゃんですよ、今回。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。芸能人の私生活をですね、どんどん調査しないとリストラに遭いますからね。マジっすか。真面目に頑張りましょう、うん、いや、その前に滑舌がもう調査。浜田啓司率いる警視庁生活調査課の今回のターゲットは、今年引退した元アスリートと人気アイドルグループの中心メンバー。あ、ここですよ。いるじゃん。ご覧ください。呼び出したのはこちらといえども、あの不自然な。何すかあれ。行ってみましょう。よし、邪魔するよ。動くな。警視庁だ。ほら、どうも。なんでお前たち水だけ飲んでる。何すかこの家。チャー飲めよ、チャー。なんだ君たちは。はい。うん。はい。うわ。うるさいよ。本当に。はい。なんで来たか分かってるね。わかんないです。ええー。もう月曜だよ、月曜。生活調査課ですよ。名前と職業言いなさい。はい。下柳剛。うん。プロ野球解説者です。お、なるほど。解説者。はい。名前と職業。指原莉乃です、うん。アイドルです。あ？え？てめえ。何やアイドルで。はい、でも本当に HKT48 に所属しています、アイドルで。でもほとんどお前福岡行ってねえじゃねえかよ。昨日もでした、もう福岡でした。嘘つくんじゃないよ。案外都内にいるじゃねえかよ。ということで、今回の調査対象者は、今年プロ野球を引退し野球解説者となった下柳剛と、アイドルグループ HKT48 の指原莉乃。